京王線調布駅から徒歩30分、多摩川が見える部屋。僕と彼女は二人での生活を始めた。10月29日、近所で年老いたご夫婦でやっている焼きそばパンの美味しいパン屋を見つけた。うまい。おいしい。そう、うまい。うまい。ね。うまい。うまっ。11月1日、ウェブサイトでイラストを描く仕事をワンカット1000円で始めた。11月1日、アイスクリーム店でバイトを始めた。店長とバイトの子が不倫してた。バイト終わりには駅前で待ち合わせして2人で歩いた。徒歩30分の帰り道が何より大切な時間になった。何かが始まる予感がして心臓が鳴った。春の風を。話が合うからってだけなのかな。友達だって思ってるのかな。ずっと二人でいたいってずっと考えてた。こういうコミュニケーションは頻繁にしたい方です。花束みたいな恋をした。俺別れたくない。